パベーリーは西日本高速道路が高速道路のサービスエリアパーキングエリアに展開する複合商業施設である。ネクスコ西日本が2012年から展開している複合商業施設の新しいブランド名で、施設名はフランス語で駐車を意味するパルキングと様々なという意味のバリエの造語となっている。パベーリー美はコーツのように施設の上の名前に、 コンセプトが書かれているのが特徴で、パベリーローズマインド福山バラのソフトクリーム及びバラ園にちなんでいて、パバリエコエリアやマダはエコエリアでソーラーパネルがいっぱい置かれていてエコな食事を提供する。2019年時点で3カ所を展開している。AB、福山 SA に複合商業施設西日本高速、特産のバラ関連商品販売。 日本経済新聞、https、www. 日経 .com、アーティクル、ヤグジュベンゾ 56667480w3a620c1lc0002019 年10月10日、閲覧。ab、ネクスコ西日本、山陽道福山 s a に、パバリエローズマインド福山オープン。カーウォッチ。 https://car.watch.impress.co.jp:/docs:/news:/605450:/html2019 年10月と解閲欄。デパ地下みたい魅力満載オーツ SA、ババリエビワコーツリューアル絶景展望デッキや、フードコートも、 サ 3K ウエスト、https コロンスラッシュスラッシュ www.sankei.com スラッシュウエストスラッシュニューススラッシュ130417スラッシュ wst1304170058-n1.html2019 年10月10日閲覧大津 SA 下り線に、パバリエビワコ大津から、SA 初出店など14点。 ビワコーツ経済新聞。https biwako-otsu.keizai.biz h ラッシュヘッド805 2019年10月10日閲覧。ありがとうございます。